れじゃ、そうちんです。台風が過ぎ去り、すんごい暑いですよね。今回は、2週間前に、スライムボール、ムニューリチューチューアイスをレビューしたんですけれども、そちらを凍らしたんですよ。中身がどうなってるのか、それでは早速、見てみよう。オープン。お、あら、カチコチになってる。うわぁ、2週間、あ、すごいシャリシャリになってる。じゃ、オッケー。これがぷよぷよボール入りのいちごスクイーズ。やべえことになってる。僕が小さな頃はパッキンアイスって呼んでました。オッケー。やべえ、元はこれですよ。元はこのブルンブルンのスライムボール。このスライムボールが完全にカチコチ。よいしょ、もうちょいで取れる。おお、取れた。オッケー、取れた。これがスライムボール。音的にはいいですね。ちゃんとね、凍ってても匂いがします。ムニューリチューチューアイス、香り付き。この商品はスクイーズです。食べ物ではありません。それではパキパキ、凍らしてパキパキをやっていきたいと思います。いきますよ。折れた。音聞こえなかったよね、きっと。不思議。これがスクイーズの、スライムではないですよね。これがスクイーズです。真ん中をパッキン、パッキンアイスで、こちらもすごい破けてない。はい、続いてこちらも。このね、外装すごい。てっきり破けてるかなと思ったけど、超絶頑丈。パッキン。いきますよ。パッキン。パッキン。あれ？もう破けてない。うわー、すげえ！破けてない。はい、それではですね、こちらのキンキンに冷えたスクイーズ、切っていきたいと思います。中はどうなってるのか。オープン。すげえ、イクラみてえのが出てきた。やばー、これ衝撃で、こちらが皮となっています。いちごの皮。それでは切ってみますね。うわあ、すげえ、すごいことになりました。パリパリ、めっちゃ冷たい。はい、こちらがぷよぷよボール、凍らしたぷよぷよボールです。まあ、いちごなんですけどね。こんな感じになりました。はい、続いてはこちら、このパッキンアイスもどうなってるのか。 GO。 はい、チューペットパッキンアイスです。これ、小さな頃、はいって、一つずつねって兄弟で分け合ってました。今もこれ食べますか？シュッ。ははは。はい、チューペットの凍らしたやつです。すごいいい香り。わーお。氷とゼリーの中間みたいな、そんな切れ味ですね。一度きりの味わいですからね。あー、すごい。ほら、見えるかな。ここをギュッてやると
白くなる。ギュッ。切っていきたいと思います。どんな感じになるだろうね。今のところカチコチですけれども、本来はこんな感じのビヨンビヨンしてるんですよ。切ります。3, 2, 1, ファイアル。きれい。きれい。やばい。冷てー。硬っ。こりゃ硬いわ。はい。これさっきのチューペットのやつ、最初は液体だったんですけど、凍らしてからこう絞るんですよ。絞るとスポンジになる。これは新たな発見なのではないでしょうか。もしかしたらスライムっぽい状態でスポンジが切り刻んであったのかな。それかペーストされてて凍らしてまた結合された感じなのかなって思いました。これは新たな発見ですね。で、細切れにならずちゃんと固まってます。今はいい感じに半壊になってきました。保冷剤みたいな、もう感覚的には保冷剤ですね。わお、冷たくて気持ちいい。新感覚、シャリシャリが味わえる新感覚のスクイーズになりました。なんだろうねこれ、保冷剤とはまた違う。気持ちいい。凍ったままですね。おお、溶けたー。すごい。おお、ちょっと冷たい。ちょっと冷たいやつ。すげえ、プルンプルンだこれ。ものすごく柔らかいスライム設定なのかな。はい、というわけでいかがだったでしょうか。みんなはね、真似せずこの動画で満足してくれれば嬉しいです。これね、中になんか分離したのかな、変なスポンジみたいのが発生してます。だいぶ溶けました。ほら、なんかいるよね。うん、これね、今固まってるんじゃないんですよ。何かが構築されています。スポンジみたいなやつ、おそらく凍らして何かが分離したんでしょうね。新しい発見ができました。これを潰せばまた元通りになるのかな。どうなんでしょうか。あ、潰れる潰れる。いくよ。ほら、なんか潰れてる。スポンジみたいのがね、発生したんすよ。実に興味深い結果でした。それではこの動画楽しんでくれた方、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。